はい、こんにちは。今日が、パイプ障害紹介最後の、動画になります。パイプ紹介の前にですね、ちょっと一言。私は田舎なので周りにパイプスモーカーがほとんどいないんですけども、もし、一人でパイプスタバコとかやってらっしゃる方、もちろん一人でやるっていうスタイルだったらそれでいいと思いますが、もしそうではなくてですね、ちょっと他の人とも話したいなとかいうことあればですね、どんどん、コミュニティとかですね、あとタバコ屋さんつながりとか、あと地元のクラブとかですね、どんどん私は接触していっていいんじゃないかなと思います。特に今パイプスモーカーさん、まあ、タバコを吸う人もそのものですけども少ない時代ですので、そういった人たちと情報交換するっていうのはとてもいいことだと思いますし、こういう関係も広がるんではないかと思います。とまあ前置きはこのぐらいにして、今日吸ってるのは、コーンパイプで GLP's のトリプルプレイですね。はい、ではパイプ紹介の動画やっていきます。では今日は前回紹介できなかったものについてやっていきたいと思います。もし、若干パイプかぶってたらごめんなさい。はい、ですね、まず1本目、ブッシュ缶です。ブッシュ缶の、普通のって言ったらいいかないんだけど、緩いベントタイプの、若干曲がってますね、パイプです。これはですね、菊水さんから買ったやつですね、銀座の。で、グレインがですね、ほぼストレートなんですね。すごく気に入ってますし、これ、ですね、これそんなに高くなくて1万円くらいだったかな。まあもっと安いパイプ探せば当然いっぱいあるんですけど、まあ、比較的菊水さんに置かれてる中では安いパイプだったんですね。でそんなに大きくなくてですね、でちょっとパイプ2本くらい買おうと思った時に、1本メインで買ったやつ、もう1本ちょっと別のが欲しいなと思ってこれ買ったんですが、すごくこれ美味しくてですね、甘みというか旨みがすごいよく出てくれるんですね。バージニア用に使ってます。大変お気に入りですね。はい、では次、最近出たパイプですね、スモーク&カンパニー、日本製です。日本のパイプです。色はですね、いくつか種類があったはずですね。ワンフレークっていうフレークを吸うように作ってある、パイプですね。見えるかな。これですね、結構軽くてちっちゃいので加えてても顎がほとんど疲れなくてですね、そういった意味で重宝してます。味もいいです。まあ、近くのタバコ屋さんだと結構このパイプ置いてあるところが多いんじゃないかなと思います。そのフレークの、マックバレンだったかな、マックバレンの、フレーク新しく出た何種類か、最近あったと思いますけど、それに合わせて作ったものらしいので、フレークやっぱりするときに、いいですね。はい、では次、セバスティアン・ベオ、パイプです。これはとある、知り合いから購入したものなんですけども、ですね、量がそんなに入らないので、短く吸うときにですね、結構使ってます。これはラタキア用に今は使っております。なかなかこう可愛いパイプで、気に入っております。はい、とりあえずブライヤーのパイプの紹介はここで終わりで、次はですね2本だけですが、メシャンパイプ、まず1本目、メシャムのパイプです。これはラタキア用に使っております。でですね、近くのタバコ屋さんからですね、だいぶ値引きして買わせていただきました。
結構これお気に入りです。というかまあ基本的にパイプお気に入りばっかりですね。はい、はい、とあともう一本、メシャムがありまして、こちらですね、さっきのものより一回り大きめのタイプですね。これはですね、桃山っていうパイプタバコですね、を吸うときに、私はよく使ってます。なかなかメシャムパイプはジュースが出ないので、それと連続して使っても大丈夫だっていうふうによく言われるので、そういったその機能性の面で便利なところが大きいと思います。はい、ただメシャムはすごく脆いものなので、取り扱いには注意が必要ですけどもね。はい、それとですね、今日紹介するのは、持ってるコーンパイプ。今コーンパイプ私使ってるのが4本あって、まず1本が今まさに使ってるこれですね。まずこれ1本と、よく見えるかな、エッグだったかな、確か文字通り卵みたいなボールのところですね。それとあとこういったタイプ、もちろん日本で入手したものなので全部水入りメシャムの、コンパイプですね。それとあと同じボールは同じなのかな、形としては。ちょっと一本ずつの方がいいか。吸い口が曲がってるかどうかっていう違いですね。これは着工用に使ってます、私は。香り付けされてある、ちょっと甘い香りするやつですね。で、こっちがラタキア用とかですね、に使ってるやつで。こちらも水売りメシャム製の、パイプですね。日本で輸入してるコーンパイプは水売りメシャムしかなかったかと思います。おそらく。間違ってたらごめんなさい。はい。ということで、今回の動画でパイプ紹介の方終わりたいと思います。ですね。で、今結構開けてるパイプタバコが多いので、これからちょっとどんどんレビューの方ですね、やっていければと思っております。もちろんご要望やご意見等々ですね、何でもいいのでいただければ大変助かります。動画作る上で、すごくネタに、させてもらったりだとか、あと質問とかあればできる限り、答えていきたいと思いますので、インターネットなので双方向発信できればよろしいかなと思っております。では、また。次回、レビューの方をやっていきたいと思います。それでは。